ええ、試してみる。まずは基本の戦闘訓練からだ。なお、このセッション内容は記録され、後の評価に使用される。この訓練プログラムは、諸君が戦闘の基礎を身につけ、反射能力を磨くために設計されている。ここで学ぶスキルは、戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。諸君には効果的な武器の使い方、ステルス戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。なぜならミリテクでは。ミリテクのプログラムは穴だらけね。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵、一番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。さすがの腕前ね。じゃあ少しハードルを上げましょうか。悪くないわ。でも実際の相手は打ち返してくることを忘れずに。ぼーっとしてないで身を隠す。撃たれたらリアニメーターを使って手当てして。準備ができたら訓練エリアに進んで。今度はお友達を連れてきたみたいね。さあ腕の見せどころよ。やるじゃない B。 プラットフォームに立って次へ行きましょう。次はハッキング訓練。コース内容に少し手を加えてみたからお楽しみに。この訓練モジュールでは、戦闘におけるテックツールの使い方を実践。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。
欲しかったわね。もう一度始めから。後ろにある画面をハックして敵の注意を引く。コーポなんかよりこっちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそいつを静かに倒して。上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。それが死体の場合は特にね。敵を運んでどこかに隠すのよ。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。頑張ってね。よし、グレネードを起爆して。余計なことは考えず命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。てるんじゃない。訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ。もういいなら終了して。でも忘れないで、ストリートにはヒントもやり直しもないからね。よし、じゃあ今回はステルス技術の訓練ね。早く身を隠して。 OK、 次は出口に向かって。見つからないようにゆっくりと。上出来よ。じゃあ次のエリアね。もう一度、次はカメラにも気をつけて。
いい感じね。プラットフォームの上に立って終了して。それが済んだら今回は終了。じゃあ次はいよいよ近接戦闘ね。敵を無力化して、手ごわいから気をつけるのよ。ああ、惜しかったわね。もう一度始めから。よし、そこまで。次は B の体格に見合った相手を用意してみようか。難易度をイージーからノーマルに上げるわよ。今度の相手は攻撃をブロックするわ。次は防御。攻撃よりつまらないけど重要な要素だから。相手は攻撃の後に毎回バランスを崩してる。その隙を狙ってカウンターを食らわせて。
やるじゃない。リー、次は相手にパンチを空振りさせるの。攻撃を食らわないようにして。一発もね。若き弟子よ、もう私から教えることは何もない。なんてね。さ、次が最後の試練よ。ここまで来れたならやれるはず。次は近接武器よ。剣を取って。これまで学んだことを実践してみて。調子よ。ずいぶん慣れてきたみたいね。プラットフォームに乗って。じゃあね、B。どうだ、役に立ちそうだろ。じゃ、いよいよ本番と行くか。若子から何かアドバイスはあった？うちあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらええだとさ。長くなりそうか？